福池田市五福町一丁目一番にある複合型商業施設である。1987年4月15日にオープンした。地上12階、地下1階のビルであり、鉄骨鉄筋コンクリート構造である。敷地面積は8009平方メートルであり、建築面積は6331平方メートルである。延べ床面積は39508。 平方メートルである。高さは38.95メートルである。建物は階段状になっており、阪急宝塚線池田駅に近づくほど低層化する構造を持つ。中核テナントは阪急オアシス池田店。1階の北側入り口付近には、三サン,サンというナノゴリラの像があり、その前にある広場は三サン,サン広場と呼ばれている。2018年。 主に2階3階で展開していた大ー池田駅前店が投資施設での営業終了。2019年にリニューアルオープンし、商業施設、池田が1階から3階にかけて展開され、ソフトバンクや松本清日本旅行などの店舗が開業したほか、池田市立図書館が移転開館された。阪急宝塚線池田駅から徒歩1分。駐車台数は76である。 営業時間は一般飲食店の場合午前8時から午後10時までである。中核店舗は阪急オアシス池田店である。店舗面積は242平方メートルである。再開発事業は池田駅前南地区第一種市街地再開発事業という名称で行われた地権者によって池田駅前南地区市街地再開発組合が設立され、 都市計画に基づいて再開発事業が進められた。1977年6月に準備組合が設立され、1982年3月に本組合が設立され、1987年8月に組合は解散した。池田駅の南側に位置する池田駅前南地区については再開発が行われる前は、低層で木造の建築物が多数存在し、 その大半が老朽化しており、宅地割も整形されておらず、道路の福音も強小で、そのような一帯に店舗や住宅、銀行、事務所などが混在していた。駅前地区として効果的な土地利用を図り、道路などの公共施設の整備を行い、良好な住宅を供給し、商業施設を近代化し、防災に備えることの必要性が高まっていた。 大英が入っていた頃の三ィ池田1972年に池田市は池田駅周辺整備基本計画において阪急宝塚線連続立体交差事業及び池田駅南北2地区の市街地再開発事業の位置づけを行った連立連業が1977年6月に都市計画決定され同じ年の12月に事業認可されたまた 駅前南地区でも同じ年に準備組合が設立され、事業会の流れが加速した。池田駅の北側では、池田市志向の再開発事業が計画され、着実に実施への取り組みが進んでおり、駅前南地区も事業を完遂しなければ、駅裏になってしまうという危機感が強まる中で、事業に臨んだ結果、1979年11月に、 北と南の両再開発事業の都市計画決定が下され、南地区の事業も本格的に取り組むこととなる。1985年2月、再開発ビルの建設工事が開始される。1987年3月、ビルの建設工事が完成し、同年4月15日、オープンする。再開発が実施されたことによって、実施前の駅裏というイメージが払拭され、 近代的な商業施設に生まれ変わった。とりわけ、池田駅と当該建築物との間にある市道阪急南線のおよそ110メートルの区間が、せせらぎを中心としたコミュニティ道路、池田せせらぎモールとして市によって整備されたため、広場と駅、ビルが一体化し、さらなる相乗効果を生んだ。住宅もおよそ2ヶ月で完売し、キャンセル待ちもかなりの状況であった。 事業の特徴としては、阪急宝塚線連続立体交差事業と同時に、施行することによって、当該建築物の2階と池田駅の駅舎の2階と、8メートルの福音を持つペデストリアンデッキで立体的につなぎ、駅の利用者の動線が確保されたことや、隣接する池田駅の駅舎と、高架下のショッピングセンターとを有機的につなげるため、1階に、プラザ、 サンクンガーデンなどが設けられたこと、B 外区は従前の権利者で A 外区のビルになじまない教会や幼稚園、季節営業の飲食店、店舗付きの住宅などが区画外路を隔てて設けられたことなどが挙げられる。ありがとうございます。